2023年セパ別ストレート平均球速ランキング。中日、球速い人多いんだな。マルティネス速。と合唱性の 145.9 は寂しいな。年々落ちてる。2021年は 147.3 長い回を投げるためってのもあるだろうけど4年で600イニング。筋肉疲労もあるでしょう。いつも興味深いデータをありがとうございます。入江田の中川幸田の球速いだけでスコンスコン打たれるのは本当に無意味。こう見ると球速も大事なのはもちろんだけど、技術の大切さがわかるよね。阪神速球派のリリーフおらんな。そりゃドラフトでCバトルはな。中日やっぱり投手陣いいな来年は A ランクだ。速いだけではダメであることがよくわかるデータ。西純はコントロールがあんま良くないのがね最近は阪神じゃ数少ないパワーピッチャーだからもっと活躍してほしい。十分してるけど今年は規定到達はしてほしい。メヒア、中地球速出るのいいね試合数少ないとはいえひっそり梅津がすでに怪物。今年の梅津は怪我しなかったらマジでやるよ。これ見ると、パリーグがいかに速球派先発が多いかわかりますね。個人的には DH が大きく関係してると思ってますが、他にも理由があるんでしょうか。なんでもドラが一番になるのは嬉しいヒロトくんライデルさんおめでとう今年も期待してます。大勢も栗林も WBC 日本代表選出されたこともあって過去故障して苦しいシーズンだったけど球速は上がっていたのか。投球数もその前のシーズンより少ないから大勢の場合は誤差のうち程度であろうが。栗林は結構上がってたのか、ちょっとびっくり。才木ってそこまで155とか出してるイメージないけど、安定して150前後投げれてるんだな。今年も一段階アップしてくれてれば最高。ちなみに NPB 対談選手。球速から見ても NPB 惜しい選手失ったな。だが朗希のスピードはロマン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。